ドラゴンズクラウンの世界へ。というわけでドラクラチャンネル番組 MC を務めさせていただきます今井あさみです。はい、そしてこのドラゴンズクラウンプロではキャラクターの一人エルフの声を担当させていただいています。そしてそしてその扉の鍵開けてやろうか。軽薄だな。こんなだったかな。まあそんなもうね、結構前ですから。あるあるです、皆さんドラゴンズクラウンの世界へようこそ。そして今井さん、視聴者の皆さん、はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、うん、白井雄介です。イエーイ、イエーイ。いやー、うん、お邪魔しちゃいましたよ。ねえ、白井くんといえば、うん、ロニーみたいなとこがありますか。いや初めて聞いたわ。いやでも、ロニーいい役ですよね。いやそうなんですよ、僕、ロニーをね、うん、の声をやらせていただいてて、うん、あれだってね、必ずこうついてくるじゃないですか。一緒にずっと、だから私よりもみんなが絶対に一緒に長く、ねね、かもしれないですよね、うん、いわゆるなんか相棒みたいな感じで、うん、そうですね。そうなんですよ。はい、というわけで、はい、そんなロニと今日はお届けしていきたいと思っております。はい、この番組は2月8日発売予定のプレイステーション4用ソフトドラゴンズクラウンプロのゲームの魅力や最新情報を私今井あさみとゲーム大好きなゲストの皆さんでご紹介していこうという番組となっております。はい、今日のアシスタントは白井くんということで。イエーイ。なんかいいな。何が久しぶりに今井さんと番組ができるっていうのが。知らない方にちょっと説明させていただくと、私事務所の先輩なんですよ。いや多分知ってます。まあ、そうなんですよ。そうなん、後輩なの。大先輩ですからもう ね、ずっと2人でラジオもやっ て、そうとかねやらせていただいてましたから。あの頃はまだ白井くんがこんなにガタイが良くなくて、ね、やめなさい。そうなんですけどね。じゃあここで、皆さんからお便り届いているので白井くん紹介してあげてください。はい、まずはペンネームコウスケさんからいただきました。ありがとうございます。今井さん、ゲストの皆さん、こんにちは。こんにちは。プレステ3の頃からドラゴンズクラウンをプレイしていますが、うん、ずっと不明なことがありますので質問させていただきます。なんでしょ。エンドクレジットに、うん、今井さんと同じ事務所の声優さん、うん、伊沢しおりさんや白井雄介さんの名前がありましたが、うんうんうん、本編中のどのキャラを担当されているのかとても気になります。え、お、あれ複数担当されているようでしたらキャラそれぞれの名前とできれば登場する場面なども教えていただけると幸いです。ドラゴンズクラウンプロは限定版を予約しました。うん、番組の放送と本作の発売日を楽しみにしております。なるほど、ということでありがとうございます。あ、今ね画面にこちらねエンドテロップ出ておりますけども、うん、エンドクレジットか。そうだね、白い子の名前ありますよ。あるがな、下から2番目まずあります。あ、そうか、うん、はい、で、そっか、この時にロニーって出てなかったんだ。出てないんですよ。そうなんですよ、うん、じゃあ世の中の人は知らなかったの。いや僕は、うん、以前ですね、なんか別のイベントでゲームをプレイするイベントがあって、うん、そこでドラゴンズクラウンを、うん、取り上げてくださった時だったんですよ、うんうん、その時にこれ俺ですって。あ、そうなんだそうなんですよ。そっか、じゃあこれでね改めてコウスケさんも改めて。そうなんです、僕はねロニーも担当させていただきますし、うん、ロニーがやってたの。あとね結構モンスターの声とかもやってたりするんですよ、うんうん、え、敵の。え、例えばどんな覚えてる。 そこか覚えてないですけどサイクロプスとかはやったような気がするんですよ。あ、そうか、まあでもこういうのって結構何人かの人やってる可能性あるから分かんないけどね。あとモンスター結構やっぱすごい数いるんで、うんうん、ぜひだから皆さんも見つけてみてください。自分でわかんないのに人に見つけてくださいってちょっとそれむちゃ言うぜじゃない。すごい頑張ってモンスターちょっとうーとかやってますから、ね、低い声だからね入るよね。そうなんですよ、そっか。いやでもロニーやった頃ってまだ、まだ本当お仕事そんなにまだ本当に出たての頃ですからね、うん、だからすごい抜擢していただけて嬉しかったよね。本当にありがたいです、うん、ありがたや、アリーウィングから代表してお礼を言わせていただきます。じゃあ続きましてこちら紹介したいと思います。はいはい、コリマックスさんからいただきました。ありがとう、ありがとうございます。いつもながら美しいグラフィックとテンポの良い操作性に期待しています。特典の動くモンスター図鑑いい世界をどっぷり、使ってしまおうと思っております。そして音楽、ベーシスケープ様の曲がとても好きなので特典のオーケストラバージョンがよだれものです。これだけでも買う価値があると思っていますと。ん？ MC が今井あさみさんとのことで生のエルフの掛け声を聞いてみたいです。かっこできればどうぞ。ほらもっと強く頼まないと皆さんやってくれないですよ、ね、今井さんは。あ、本当だ。わ、かわいい。上手。これ本人描いたのってことですよね。なんかな、コリマックスさんが、こんなイラスト描いてくださったんならね。しかも、なんだろう、やっぱりコリマックスさんの一度脳を通ってから表現されているから、そうですね、よりエルフが
愛らしいというか、可愛らしい感じに描かれてますね。リンゴ乗っけて。掛け声？何を言ったらいいんだろう。いや、正直ね。そうですよね。そうなの、わかるでしょ。結構前ですからね。いや、それもあるんだけど、いや、それはね、ロニーは割とセリフを喋ってるでしょ。ああ、はい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 。そっか、プレイヤーキャラクターは基本えいとか、そうなの、殴ったりとかってアクションの声か。そうなの。弓をこう射る時のイメージ、エルフのイメージ。やるよ、じゃあ。お、うん、いきます。いやお前かよ跳ね返ったの。はい、というわけで、まだまだこれからもお便り募集中ですので、ぜひともお寄せください。ゲームへの思いを込めたお便りはもちろんですが、番組へのご意見や感想なども大歓迎です。応募フォームはこちらかな、下に出ておりますので、ね、イラストなんかも、ね、先ほどもありましたけども、どんどんね、お便りお寄せください。よろしくお願いします。はい、それでは番組スタートしたいと思います。ドラクラチャンネル、せーの、さあ冒険を始めよう。龍のミンゴステへようこそ。あ、どうもお邪魔します。はい、というわけでようこそ白井くん。このコーナーはここ龍のミンゴステに現れるスペシャルなゲスト冒険者とともに、一緒にドラクラのマルチプレイを楽しんじゃおうというコーナーとなってます。実際にプレイできる。そうなんです。でもね、私たちはやっぱりあのキャラクターの声もね担当するということで、やっぱりドラクラを純粋に楽しんでほしいという意味も込めまして、今日はこのミンゴステに一人のビギナー冒険者をお呼びしております。なんと、はい、今日の冒険者とドラクエって少なからず関係しているんですが、こちらの方をご紹介したいと思います。バクステ外神田1丁目の萌野あずきさんです。どうぞ。わー、こんにちは。歌って踊る大食いアイドル、萌え萌えキュンキュン、萌えあずこと萌野あずきです。よろしくお願いします。わー、かわいい。やばい、萌え萌えキュンキュンすっごい、すっごい、テレビで見てます。そうですね、よく、拝見させていただいてます。そうなんです。わ、もうね、もう私は普段ね、正直な話、萌えあずってテレビ見ながら言ってるけど、今日ご本人を前にして萌えあずって言うべきか、萌えあずちゃんって言うべきか。萌えあずで大丈夫です。本当に、はい、なんかちょっとドキドキしちゃうそうなんです。萌えあずといえば大食い、大食いといえばやっぱり料理がないと大食いはできない、そしてドラクラといえば料理、これは切っても切り離せない間柄というわけで、少なからずの関係というのは料理つながりです。本当にどうしてあんなに食べれるんですか。そうですね、こ細い体なのにね、折れちゃいそうなぐらい。本当ですよね。子供の頃から大食いだったの。もう気づいた時からいっぱい食べられました。それはもう親御さん大変でしたよね。ちなみにこの番組、あのお弁当がとっても美味しいことで私の中で有名なんですけど。嘘本当にそれ先に言ってくださいよ。食べてないです。種類いっぱいありました。10種類ぐらい。もうそれだけでテンション爆上がりじゃないですか。それの中ね、今日私はなんかあのうなぎのお弁当を選んだんですけど、もやずちゃんもうなぎのお弁当をキープしてる。キープしてまいります。ちなみにこのぐらいのお弁当なんですけど、はいはいはい、他そうどのくらい食べれる。これだったら 2,30 個ペロリ。 2,30 個かと思ったら 2,30 個まあ確かに、これで 2,3 個って言われたら普段の私が見てる番組が嘘になるから。いや、すごいね。なので今日は料理をね、たくさんね、やっていきたいなと思っております。嬉しい、やったやった。はい、ちなみにドラクラって親父ちゃん知ってる。いや、正直、あの存じ上げてはなかったです、そっか、じゃあ今日でしょう、初めてプレイができる。初めてプレイします。さっきちょっとだけ練習しちゃいました。本当に、あの食べるの大好きな人にのぴったりなゲームなので、楽しみ。はい、魅力をたっぷりお伝えしていきたいと思っております。はい、あ、ほら来た。おー、なくなってる。これね、毎回ね来るんですよ。邪魔しに来るわけですね。そうなんです。ここでずっと私が萌えあずちゃんのね、いろんなエピソードを本当は聞きたいと思ってたところなんですが、この龍のミンゴステでは、ギルドアトラスから過酷な依頼が届くんです、それでは今回の依頼は白井くんの方に伝わってるはずですよ。お願いします、はい、今回の依頼は、先着購入特典のデジタルゲームブックをプレイせよです、はい、
はい、ね、こちらのゲームブックってそもそもなんぞやと、うん、思う方も多いかもしれませんけども、うん、実際にね、うん、今実物を用意させていただきました、はい、用意していただきました、はい、こちらがゲームブック、そうなんですよ、本なんですよ、リアル本、これ今井さんご存知です？ゲームブック、私、子供の頃、はい、数学の先生が多分ゲームブックにめちゃくちゃハマってて、ほう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 、授業の中でやってた、算数だったかな、ちょっと忘れちゃったけど、小中学校ぐらいの時に、はい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 、であの、その問題に答えられると、なんかどこどこに進めみたいなのをいつも先生が毎日配ってくれるの、あれがゲームブックだったんだって知ったのが大人になってから、すごいいい先生ですね、そう面白かった、いいというわけで、じゃあ2人は知らないのか、ちょ、僕も知らなかったですね、そうこれだから、あの、デジタルになる前のゲームっていう感覚でいいですね、のイメージで全然いいんだけど、例えばだけれど、読み進めていくと、普通に本を読んでいくと物語が書いてあったりとかして、でここでじゃサイコロを振ってくださいとか書いてある、でサイコロを振った出た目の数で、例えば、あなたは体力いくつ増えましたとか、そう、ここで敵にやられましたとか書いてあって、それを自分でメモりながら進めていくのね、今でいう TRPG みたいなもんですかね、そんな感じそんな感じ、世代問わずにハマっちゃうと思うので、今回それがなんとゲームの中でできるという、そっか、なるほど、デジタル時代は変わりました、確かに、というわけでまだ開発中のデジタルゲームブック特別に用意していただいたということなので、実際にプレイしてみたいと思います、はい、じゃあここはね、ゲームブック初心者の萌えあずにプレイしていただきたいと思います、嬉しい、さあ、じゃあまずはキャラクターを選んでいただきたいんですが、これからファイターとかいろいろ、すごい、本当に本がめくれてる、楽しい、どの子が見た目でもいいですし、職業でもいいですし、好きなのを選んじゃってください。エルフが可愛いかな。あったね、本当ですか？これ気使ってないですか？ちょっと。全然。嬉しい。可愛い。じゃあエルフで。決めちゃった。始めた。始めた。さあ、海の怪物。ちょっとこれじゃあ白井くん、ちょっと最初だけ読んでみる？君は恐ろしい海の怪物にたった一人で立ち向かう。とある水夫の依頼で単身クラーケンに戦いを挑むことになった。一見無謀とも思われる挑戦だが、君は名を上げたい一心でこの依頼を引き受けた、ここまででいいや、ここからガンガンするよクラーケンだよ、これです、サイコロ振るってことになるんですかね、よし、あ、来た、あ、これで振れるんや、ダイスを2つ振って出た目の合計値にレベルを足した値が行動値となる、行動値が大きい方の攻撃が命中する、お、じゃあ、ね、振りますね、はい、頑張って、いけ、これ運が試されます、お、8、あ、やった、すごい、上回った、クラーケンなんだね、よかった、さすが持ってるね、いや、さすがですよ、あ、でもこの、記入されていくんだ、楽しい、9のダメージを与えた、さあ、続いてもう1回、残り HP 23、頑張れ、いきます、7、お、勝った、あ、はい、上回りましたね、うん、はい、やったー、あれ、まだ、あ、逃げた、逃げたよ、あ、体切り離して逃げたんだ、そうだ、さあ、どこ、致命傷を与えられる部位を探す、目が、目って絶対痛い、こういう時はね、目は確かに、目にしちゃう、目に行く、うん、じゃあ目を選んだ、どうなる、大きな触手が邪魔をする、そっか、ダメだった、ダメだった、急いで他の部位を狙え、どっち行く、触手かな、触手だ、触手狙ってみよう、そうだよねこれそっか、正しい選択肢のやつにいかないとスムーズにいけないんだ、さあどっちだということはもう、もう一つだね、ね、二軒、うん、二軒、おー、あー、俺も最初から二軒だと思ったんだよ、本当ですかそうか、なるほどね、動かなくなったかった、やりましたね、おー、古びた探検がめり込んでいた、なるほど、あ、じゃあ本来はね、勝てなかったかもしれないけど、そのおかげで、その探検がね、めり込んでたから、あー、なるほど、あれ、あ、ロニーだ、ロニーが出た、ロニーちょっとイケメン具合が増してない、いや、でももともとイケメンですよ、ロニーは意外と、まあ確かに、どうしよう、依頼を受けるべきだ、ロニーがうさんくさいから、マジか、わかるわ、ほら割り込んできたよ、いや俺が受けるから大丈夫大丈夫引き受け
ちゃった。さあどうなる。強引にね、あ、うん、受けても受けなくてもどんどん進むんだね、うん、面白い、うん、うわー強そう。出た、前回戦ったんですね。そうなの。はあ、うわでかっ。さあじゃあサイコロ次第だよ。でもいけ、うわすごい、ちょっとね、あずちゃんすごいな。やっぱ食べ物を粗末にしてないから、食べ物の神様が、お、死んだ、やった、はい、倒しましたね。倒した。海は穏やかになった。お、うん、島が近いのだろうな。まだ言うてのにもそこまで喋ってないから、ね、そうなんだよね。受けるな。そっか、海沿いか山沿いか、どっち。だから海派か山派かってことですね。いや山の方が、うん、なんかお肉とかありそうだから。さすがだな、発想が。発想が食からまず考えですね。そうだよね、そうだよね、うん、ちょっとジャングルに行ってみる、うん、そう、お肉を求めて、うん、大事。お、お、見えるか。わー、肉いた。今日はここまでです。もっとやりたい、先が気になりますね。サイコロ今日はついてました。よかった、うん、はい、これ負けちゃったりとかすると最初に戻っちゃったりとかすることもあるかもしれませんよ、はい、なのでぜひドラクラをゲットした際にはですね、はい、こちらのゲームブックの方もプレイしていただきたいと思います、うん、あ、まただ。まだ依頼があるってことなんですか。そうです、今回はもう一つギルドから、アトラスから依頼が届いております。はいはいはい、もう一つの依頼は、はい、ドラゴンズクラウンプロで料理をせよ。おお、料理。そうなんです。今日は萌えあずちゃんが来てくださってるということで、うん、本当にバニラウェアさんの作品は本当に料理のディティールがすごいことで有名なんです。確かに。なのでぜひ食に関してね、精通している萌えあずちゃんに評価をしていただきたいなと思っております。ちなみに、はい、今回はうまくできたら報酬があります、うん、私たちにもリアルに。え、本当ですか。そうなんです。なんと報酬、キャンプで一番多く料理を食べることができた人になんとミノタウルス風高級和牛お肉1キロをプレゼントします。1キロ、はい、すごっ。おお、いや、すげえ、美味しそう。強烈1キロ。1キロやっぱでかいっすね。でかい、重そう。これ家族6人分だよね。本当ですよ。てか中村さんじゃないですか。はい、アトラス候補中村です。わあ、優勝しないと ね、そうなんです。優勝者にあげられるということなので。なるほど、そういうことか。はい、じゃあぜひ皆さん頑張ってやっていきたいと思います。よし。それでは、はい、第1回戦始めていきたいと思いますが、私がエルフ、はい、白井くんがドワーフ、うん、そして萌えあずちゃんがソーサレスをプレイしていきたいと思います。はい、もう1回戦すぐ始まるんで。決めた。いいですか？いきますよ。焚き火を囲みました。に備え、今回はローカルルール、私たちだけのルールでたくさん料理を作れた人の勝ちですから。なるほど。さあ、あ、もう、私赤、私赤。ちょっと待って。え、何？俺どれ？で、それとやっぱり調味料的。なんでウサギ持った？なんでウサギ持ったの？ちょっと待って。これ気をつけないと焦げたりするからね。気をつけてよ。もうこれ。イエーイ！オイスターのソテー。いただきます。焦げた気もするね。あー美味しい、あー美味しい。次行こう。いやー、この時期の牡蠣はいいよ。なんか気持ち悪かった。何これ何これ何これ。それはいや、なトカゲとか。やだ、ちょっと終わった、終わった、もう終わり。全然食べてない。それでは2回戦いきたいと思います。はい、レディーゴー。じゃあ、コウモリ。ロールキレー。え、ちょ、あれ、え、ちょっと俺のお皿な、あれ、それ、え、ちょ、これ、え、今井さんにあのコウモリの薬膳スープをあげました。え、まずそうだな。いやいや、おいしいですよ。なんだろう、なんか食べたいですか。もう入んない。食べたいです。じゃあ、だからもやさんにじゃあちょっとっておきの、うん、これと肉料理を、これを入れて。はい、どうぞ、召し上がれ。イノシシのピカタでございます。あ、おいしそう。でも、ピカタヘビの輝き。うわ、やばっ。食べてくださいね。やばいね。あー、終わった。うわ、これあっという間に終わっちゃうな。これなんか熱中しちゃう。熱中しちゃう、楽しいね。作ってる感覚になる。さあ、今現在の成績がこのようになっております。おー、接戦。
接戦。まだわかんない。ただちょっとね、あの食材にこだわりすぎてる嫌いがあるなっていう自分の自覚もある。女子力出ちゃいました。そう、ついね。最後なんで気合入れて、はい、よしよしよし。はい。右の何これ？何これ？よいしょ。うん、サソリ。なんだろう。これ。あ、取られた。取られた。これ美味しそう、食べよう。あ、チキンスープだー。あー、こんな料理が。いいっすね。やっぱスープ系多いですね。サソリだけ入れたらどうなの？せっかくならね、もう食べられないものがいいの。サソリの唐揚げ。うわ、俺腹鳴ってきたもん。隣にアスパラガスも添えて。あ、じゃがいものポタージュ、美味しそう。これだけだとどうなの？あ、終わっちゃった。まだ食べたいのいっぱいあったのに。え、どうなった？どうなった？どうなった？今回は、こう作られた食事ではなく、食べた回数でございます。まさかこれは？はい、というわけで結果がこちらとなっております。ダーン、白井7票、白井 7回、そしてもやずがなんとトップの8回です。うそ、そんな最後。嬉しい。え、私ゲーム結構初心者なんですけど、初心者でもこんなに、うん、楽しくですね。はい、実際ゲームしてる時にはこうやって、あの例えばだけれども、いいもの作ればどんどんあのこうパラメーターが上がっていくので、はい、自分の弱いところをどんどん強化していくっていうのがポイントなんですが、今回は回数だったので、もやずの優勝でーす。嬉しい。それでは報酬のミノタウルスの、和牛1キロこちら食していただきたいと思います。嬉しい。やった、合うな。これにすごい、いい匂い。ちなみに味付けは何ですか？これタレですね。タレ、ステーキソース、ステーキソースですね。こっち全部でいけるいいんですか？どうぞ。いいんですか？やった、ちら無理だよね。この一つで、一つでも結構満足。すごい、わしかも焼きたてで美味しそう。すごい、見えますか、この、うわ、さっきゲームで出てきたあのイノシシとかみたい。でもこれミノタウロスのね、肉ですから。そうです、ミノタウロスです。いや、これぐらいボリュームがありますよ。いただきます。はい、うん、おいしい。いや、柔らかそうですよね、もう切った感じからね。もやずちゃんの食べ方が綺麗だから、もうずっと見てられる。確かに、ね、でも一口、一口でね、でかいしね。おいしい、いい、幸せそう。我々も食べたいです。わかりました。お、用意してありますよ。お優しい。いや、マジか、優しい。お皿と、お皿、わわわわわ、あ、ありがとうございます。もやずちゃん、もやずちゃんのゲットしたお肉だよ、いいのかな。いい、みんなで食べたり。やったー。ちょっとでいい、ちょっとでいい。どれですか？でもあの、柔らかいとこ食べたいから、端っこじゃないとこ。あ、中の方ね。先輩系ですね。そう。優勝。どう？おいしい、柔らかい。やっぱミノタウロスですから、そこは。はんはんはん。あ、おいしい。タレがまたおいしい。うん、タレがまたいいですね。番組中にこんなご飯が食べられるなんて。幸せです。あ、お腹いっぱい。美味しかった。ごちそうさまでした。さすがもやずちゃん、時間かかんないのね。早いですよね、もうペースが。びっくりした。美味しくて目の当たりにして感激しました、今私今。ただ、やっぱドラゴンズクラウンといえば、お料理だけではありません。そうですね、ゲーム、まだまだ深いところがたくさんあります。というわけで、腹ごしらえも済んだところで、これからもまた冒険に出かけましょう。白井むこと白井祐介です。いや、ダメだダメだダメだ、カットカットカット。思い出しがない。思い出しがない。早い早い、ここここ行き過ぎ行き過ぎ、ここ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 、あちゃ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 